エメリア・エストバキア戦争は、バンダイナムコ・ゲームスの XBOX360 用、フライトシューティングゲーム、エース・コンバット6解放への戦火の舞台となった、架空の戦争。2015年8月30日のエストバキア、連邦によるエメリア共和国の首都、グレースメリアへの侵攻に橋を発し、 その後のエメリア軍の反抗により2016年4月1日、もしくは5月下旬に終戦を迎えた戦争である。E 戦争や A 戦争とも呼ばれる。本校では便宜上、エメリア・エストバキア戦争の背景となった、エストバキア内戦についても取り扱う。1999年7月に小惑星、ユリシーズが落着するであろうことが、 国際天文学連合によって予測されており、その被害を懸念した、世界各国は地表に落下してくるユリシーズの破片への対抗策を練っていた。当初、主な被害範囲は、ユージア大陸に集中すると見られており、中央ユージア連合を中心とするユージア大陸諸国は、ユリシーズの破片を迎撃することを目的とした、STN 計画を進め、サンサルバシオンに、 ストーンヘンジを建造していた。1998年6月、コモナ天文台が探査衛星による追跡調査を継続して42ヶ月が経過した頃、撮像と重力測定結果を総合したところ、小惑星本体の蘇生がより鮮明化し、ユリシーズの内部構造に空洞もしくは隙間が存在している可能性が明らかになった。この内容をもとに、 IAU 天文物理学チームが予測軌道の再計算を行い、シールズブリッジ大学も建算を受託した。地球の重力とユリシーズの質量から換算すると、分裂したユリシーズは大別して2つのグループに離散し、従来想定されていた以上の広範囲にわたり岩石の破片が地表面に分散するものと判明した。具体的には、 統計135度から整形30度までの四五線を貫く形で破片が分散すると予測され、姉や大陸東部にも落着すると見込まれた。調査結果は被害予測パターンの月次更新報告として IAU 単独で7月に公表された。新たに加えられた落着予測範囲はストーンヘンジの射程外であったが F シットは難航している。 国家間の調整や、STN 計画全体の安定性確保と、確実な遂行を同盟国間で行うことを優先し、ストーンヘンジの迎撃可能範囲の拡大は見送られた。ユリシーズ落着までおよそ1年しかなく、IAU の公表に、アネア大陸諸国は、騒然とした。エメリアは、隕石迎撃施設の建造は行わず、 グレースメリア城など各種城塞の地下をシェルターとして施行して対策した。また避難民の受け入れ先としてもエメリア州とグレースメリアはオーシア州とオーレッドに次ぐ規模となった。エストバキアはストーンヘンジと同様に大型レールガンによる隕石迎撃を目的とした施設シャンデリアの建造を開始した。エメリアは隕石迎撃兵器の軍事転用を危惧しており、 計画差し止めを求めていた。エストバキア政府は、シャンデリアの建造を続行したが、シャンデリアは、検証を重ねるごとに、砲台は大型化し、隕石迎撃のための照準に必要な機部旋回機構の開発が難航した。隕石迎撃施設として運用することは叶わず、アネア大陸東部に位置するエストバキアには、ユリシーズの破片が多数落着することとなる。 この結果として、エストバキアの経済やインフラは破綻した。それに対して、エメリアの隕石被害は減少であった。エメリア政府は、ユリシーズ復興援助政策を開始し、2000年1月10日から、エストバキアに対して、NGO などと共同で、復興支援を開始した。経済破綻状態に陥ったエストバキアに対し、エメリアは、NGO と共に援助を実施していたが、 慢性的な物資不足やインフラ復旧の遅延が発生していた。政治家や官僚は次々に国外へ脱出し、政府は機能を停止した。中央政府の影響力低下に伴って対頭したのが各地の軍人たちであり、リエース派軍閥東部軍閥自主関税同盟、諸島連合、北部高地派、政府残党軍と呼ばれる6つの軍閥が、 エストバキア国内を分割統治したが、こうした統治はうまくいかず、軍閥間の抗争や略奪が発生し、小規模な衝突が繰り返されるようになった。これを受けて、エメリアによる援助は一時凍結を余儀なくされた。2002年3月20日には、情勢悪化のため、オーシアや、 エメリアなどが参加する戦略物資輸出規制の対象国に指定され、オーシアなどの圧力によって、ベルカからも兵器の購入ができなくなった。2004年2月1日には、アネア共和国準備機構が設立され、エメリア、エストガキア、ノルデンナビクを統一するアネア共和国構想の実現に向けて動き出しており、2008年にはアネア共和国として、 マークバードでの G7 サミットに参加しているが、エストバキアの情勢悪化に伴って、構想は、同年10月23日に一時凍結となった。2007年4月3日には、リエース中将率いるリエース派軍閥がエストバキアの、首都含む西部の広範囲を掌握し、名実ともに、エストバキア最大の勢力となり、中央政府を支配下に置いた。リエース派軍閥は、 リエース派統一戦線へ解消するとともに、自身をエストバキアの正当な政府と主張した。ルーフは他国から復興支援を受けるための窓口となり、エメリアはルーフの主張する復興政策を支援するため、エストバキアに対する援助を再開した。ルーフは支援物資を各地に分配し、復興の兆しを見せ始めたところもあったが、一方でルーフは、 支援物資を支配下に置かない地域への弾圧にも転用した。ルーフの支配下に置かれることを拒んだグレジーナでは、ルーフがライフラインを破壊し、物資の配給を停止したため、約20万人もの犠牲者を出すに至った。この事件を受けて、6月30日に、グスタフ・ドブロニク上級大将率いる東部軍閥が対決の姿勢を示した。それに続くように、 自主関税同盟、諸島連合、北部高知派といった軍閥が一斉に放棄し、6年にもわたる本格的な内戦状態に突入した。エメリアによるルーフへの援助は2010年2月19日に打ち切られ、2011年5月9日にはエストバキアに対する復興支援事態が停止された。エストバキア各地で戦闘が勃発し、内戦の過程で軍閥は、 やがて二つに修練していった。ルーフは自主関税同盟の撃破に成功し、エストバキアでの支配領域が50%以上に上る大勢力となったが、戦線の急激な拡大は、軍閥内部で混乱を起こし一時的に、ルーフの進撃は停滞した。この間に、東部軍閥のドブロニク上級大将は、北部高知派を率いるアイザック・アレンスキー。 空軍中将との交渉により、自派への併合に成功し、また諸島連合を撃破休合した。2013年1月15日、数に勝るルーフは、東部軍閥に対し陸と、海から大規模攻戦を開始したものの、東部軍閥の反撃を前に攻撃は頓挫した。東部軍閥の勝利の一員としては、エリートパイロット部隊であるシュトリゴン隊や、 バンピール隊の活躍や、ベルカ、戦争やベルカ事変によって発生したベルカや北、王シアからの亡命者を雇って、傭兵としたことや、ベルカから亡命してきた技術者の協力で銃、巡航艦正規アイガイオンを建造し戦場に投入できたからであった。ルーフは、東部軍閥のエリートパイロット部隊とアイガイオンによる連携攻撃で、わずか1週間で、 支配領域の80%を喪失した。10月29日、エメリア国境付近の戦闘でルーフは決定的な敗北を喫し、リエース中将の戦死によって内戦は終結に向かっていった。アイガイオンの存在は国際社会では表沙汰にならず、フロントライン2012年4月号に寄稿した軍事アナリストによれば、 空中艦隊構想は事実上頓挫したとしており、2015年4月の時点では、ユークトバニアの偵察衛星によって、4日にわたり、巨大な謎の機影が、エストバキア南東の沿岸付近から、北東沖を飛行し、大規模な石油採掘施設で機影を消したことが、明らかになっただけであった。統一後のエストバキアは、主要軍閥の各軍管区司令官を務める。 将軍から選ばれる将軍たちと呼ばれる少数の指導者らによる軍事政権が樹立することとなる。他軍閥の将軍も将軍たちに取り入れた理由は内戦時に東部軍閥に吸収された各軍閥の不満を緩和させるためであった。しかし統一後もユリシーズ落着の影響と内戦によって疲弊した国内をまとめることは困難を極め、 インフラ復旧の遅延や40%を超える失業率、独立を主張する武装勢力に悩まされた。2013年11月には旧ルーフの軍人によるアイザック・アレンスキー外相襲撃事件が発生し、怪我により12月2日にアレンスキー外相は死去した。エメリア有力シンクタンクのアマースト研究所による分析ではエストバキアに対する 世界的な復興支援が実施されない限り、エストバキュアが1990年代の経済水準に復興するまでには30年以上必要と報告している。アレンスキー外相襲撃事件以降から旧ルーフ系武装勢力の活動が活発化し、2014年2月4日にはビストークにある復興援助物資の一時集積施設が 旧ルーフ系武装勢力の襲撃を受けエメリア兵8名が死亡 NGO スタッフを含む民間人27名が死傷し5万人分余りの食料と医薬品などを含む援助物資が奪われたエメリアのベル特別復興大使はこの事件を受け同日に行われたエストバキア復興支援会議の席上で2011年より停止していたエストバキアに対する復興支援は 予定通り再開させると表明した。同席上でエストバキアのアントニナ・コズニク外相は内戦時にエメリア政府が実施したルーフに対する無計画な援助をエストバキアにおける内戦勃発の一因として発言し、これに対してベルトク氏はルーフへの支援はエストバキアの早期復興が目的であり、ルーフの武力制圧を支援にしたものではないとした上で、 復興支援を受けている立場にもかかわらず、エストバキアは国内の不満をエメリアに向けるつもりではないのかと反論の声も上げた。2007年から3年にわたり実施されたエメリアによるルーフへの援助は東部軍閥を母体とするエストバキア政府との間に暗い影を落としていた。エストバキアは経済不況にもかかわらず軍備拡張を続けていた。アイガイオンは 内戦中に完成したが、空中艦隊を構成する随伴艦は、完成していなかった。しかし内戦後も艦艦が続き、ギュゲスとコットスを、それぞれ二隻建造し、空中艦隊を完成させた。また、東部軍閥が建造を再開していたシャンデリアは、内戦中に旋回機構や方針が完成していたが、方針の排熱問題を解決できず、内戦には使用されなかったが、 2014年には、冷却装置の増設によって、一応の完成にこぎつけ、エメリア・エストバキア戦争の末期に運用された。エストバキアのグスタフ・ドブロニク上級大将は、中央軍管区司令官権、エメリア遠征軍総司令官に就任し、全軍を掌握した。エストバキアは、緊急した経済を立て直すためエメリアへの進行を開始した。 2015年8月30日、エストバキアは、エメリアに対し戦線を布告すると同時に、エメリア州とグレースメリアに対し攻撃を開始した。エストバキア軍は、多数の航空部隊を、グレースメリアに展開させた。B-52 爆撃機は、市街地を爆撃し、C-17 輸送機からは、空挺戦車が降下した。エストバキア軍の攻撃で、 チェスターシティとノーバスメリアを結ぶ王様橋が寸断された。エメリア軍は直ちに反撃を開始し、グレースメリア空軍基地から全戦力をスクランブルさせ、近海で訓練飛行中だった第二空母航空団の戦闘機、部隊も迎撃に当たった。王様湾では多数のエメリア軍艦艇が対空攻撃を実施した。陸軍からは第一軍第九旅団が展開し、 グロブダー戦車中隊などが空挺戦車への対処に当たった。エメリア軍の反撃によってエストバキア軍は多数の戦力を喪失し、戦闘は一時的にエメリア軍の優勢に傾いた。しかし、エストバキア軍はアイガイオンからニンバス弾頭を発射し、増援としてスマイナス33戦闘機からなるシュトリ本隊などを送ると戦局は一気に、 エストバキア軍優勢へと傾いた。ニンバス弾頭は空中炸裂式の巡航ミサイルで小型のマーカードローンをあらかじめ現地に展開させておくことで終端誘導を受けつつ任意の場所で炸裂させられる兵器である。炸裂したニンバス弾頭は巨大な火球で空間を制圧しその範囲にいる標的の破壊が可能である。ニンバス弾頭によってエメリア軍は 航空戦力の多くを喪失し、王様湾にいた艦艇も多数が撃沈された。エメリア軍は、ニンバス弾頭によって、戦力の7割を喪失し、司令部は、首都防衛は、不可能と判断自然軍の撤退を決定した。グレースメリアは、エストバキア軍に制圧され、エメリアは首都を喪失した。グレースメリアの陥落から時を経ず、 各地の国境線からもエストバキア軍が進攻し、エメリア各地を占領していった。エメリア共和国議会は、エストバキアに対する改戦決議を全会一致で採択した。内戦では上昇を誇った、エストバキア軍のシュトリゴン隊は、グレースメリアの戦いで少なからず、損害を被った。隊長のビクトル・ボイチェク中佐は、被弾により、 機体から脱出を強いられ、足を負傷したため空軍情報部に転属となった。部隊の指揮は、ダリオ・コバチ・ショが後を継いだ。エストバキア占領軍の到着によって町から、エメリア国旗は下ろされ、エストバキア国旗が掲げられた。エメリアの美術品に興味を持つ一部の将軍は、グレースメリア城にある、様々な美術品を求めたが、それらは、占領軍の到着前に、 学校の授業で見学に訪れていた子供たちにより城の地下に秘匿され見つかることはなかった。エストバキアの侵攻によってエメリア人の多くが難民となり西へ逃れていった。こうした難民を守るため陸軍の第1軍第9、旅団の第4戦車中隊などは伝軍となりエストバキア軍から追撃を受けた。海軍においても損害は大きく、南洋艦隊軍、 第2艦隊の残存艦隊は、巡洋艦マリーゴールドを機関として、再編成し、エストバキア海軍の海上包囲網を突破して西へ逃れた。エメリア軍は、首都奪還を目的としたキングバルーン作戦を4度に渡り実施したが、エストバキア軍の空中艦隊や、第3空母航空団によって阻まれ、いずれの作戦も失敗に終わった。 エメリア軍は西方への撤退を続けた。9月、大陸中南部に位置する港湾都市サンロマにおける戦いでも、ニンバス弾頭によってエメリア軍は敗北した。エストバキア軍の電撃的な進攻を前に敗北を重ねたエメリア軍であったが、各地で孤立した友軍を救助したイエロージャケット隊のようなヘリ部隊や指揮系統が混乱する中で、 各部隊の退却を誘導したシェルパ通信大隊、敵の構成を機動防御戦術によって一時的に退けてシルワートタウン周辺の防衛線を構築する時間を稼いだグリーズリー戦車大隊といった諸部隊の活躍により後にエメリア軍が反抗作戦に転じられる戦力を蓄えることができた。10月大陸での抵抗に限界を感じた エメリアの主力軍は海峡を渡りケセド島への撤退を試みた。エストバキア軍が封鎖船を構築しており、海峡を渡ることは困難であったが、第二艦隊を指揮するキカンマリーゴールドの艦長によって実行された陽動作戦によって封鎖船の突破に成功し、主力軍がケセド島へ渡ることが可能となった。 しかしエメリア軍の主力軍に合流できなかった部隊も存在しており、大陸各地では残存兵が絶望的な交戦を続けた。また、時期は不明ながらもエメリア人の間で反エストバキア感情が高揚し、民間人によるバルチザンが結成されエストバキアの支配に抵抗した。エメリアの主力軍はケセド島でエストバキア軍に交戦したが、 敗北を重ね島の南部のブリリアンテ高原に位置するビトーツェまで撤退した。ケセド等のエメリア軍が使用できる航空基地はビトーツェにあるカンパーニャ飛行場のみとなった。11月24日、エストバキア軍はカンパーニャ飛行場の破壊を目的にビトーツェへ向けて多数の戦闘機と爆撃機を出撃させた。エメリア軍はカンパーニャ飛行場から 戦闘機部隊を出撃させ、地上のレーダー施設と連携して、エストバキア軍の爆撃機を前期撃墜することに成功した。ケセド島での航空脅威度が下がったと見たエメリア軍は、直ちに反抗作戦を開始した。11月27日、エメリア軍は、シプリ高原に向けて進撃した。エストバキア軍は、シプリ高原のミスコを拠点とし、カルツラーに川沿いに、 戦車部隊を主力とする防衛線を構築した。エメリア陸軍のはロック独立大隊、クオックス機構大隊、スティールガンナーズ隊の3つの大隊がそれぞれ川に、かかる4つの橋に向けて前進し、エストバキア軍との間で橋の争奪戦が起こった。エメリア軍兵士の間ではこの作戦は、稼働戦力の9割を投入したものと噂され、この状況を賭けに例える者も,もいた。 航空部隊として、ガルーダ隊や、ウィンドホバー隊、アバランチ隊等の戦闘機部隊と、戦闘ヘリ部隊のイエロージャケット隊が参加し、これらの航空支援もあって、エメリア軍は、橋の突破に成功し、ミスコに展開する、エストバキア軍を撃破した。エストバキア軍は、シプリ高原を放棄し、ケセド島北部のマルチェロ山が宮まで撤退した。エメリア軍は、 マルチェロ山脈のバルトロメオ要塞を攻略するため、進撃を開始した。12月27日、ワーロック独立大隊が、南西から要塞に接近し、南東からは、クオックス気候大隊が向かった。両隊を援護するため、警戒航空隊の E-767 が、電子支援機として展開した。またガルーダ隊等の戦闘機部隊がこれらの部隊に、大使護衛や、 航空支援を実施した。エストバキア軍は要塞へ至るルートにおいて、西側では鉄道橋に走行列車を展開して対抗し、東側では山脈から打ち下ろすように下方を配置した。これらはエメリア軍の航空攻撃で甚大な被害を被り、エメリア軍はエストバキュア軍の防衛線を突破し要塞に達した。エメリア陸軍は要塞に向けて砲撃を開始し、 戦闘機部隊も航空攻撃を加えた。増援としてカルロ・ボグダノビッチ隊位率いるシュトリゴン隊の2機が参加したが、両機ともにガルーダ隊によって撃墜された。バルトロメオ要塞は陥落し、その後、エメリア軍はケセド島全域からエストバキア軍の放築に成功した。ケセド島のエメリア軍は、 大陸本土の国土回復を目指した大陸への上陸作戦を策定した。2016年1月26日、エメリア軍はラルゴムビーチへの上陸作戦を開始した。ホバークラフトでワーロック独立大隊がビーチの中央から上陸し、ジャメル砂漠の進撃を試み、西からはホバークラフトでクオックス気候大隊が上陸し、 オルタラの解放を目指し、イエロージャケット隊が CH-47、輸送ヘリに登場する特殊部隊を護衛し、飛行場の制圧を担った。東では、キエラ油田の近辺に展開したエストバキア海軍の艦隊を封殺し、上陸部隊への支援を立たせるため、第二艦隊が展開した。エストバキア軍は、オルタラと飛行場では、 戦車や対空火器で抵抗し、ジャメル砂漠では海上統治下が最前衛となり上陸したエメリア軍を戦車や統治下が阻み、榴弾砲によって砲撃を加えた。東側では迫るエメリア軍艦隊にエストバキア軍艦隊が展開し、あらかじめキエラい油田を構成する一部の海上油田場に榴弾砲を配置して対艦攻撃に従事させ、沿岸部には 地帯艦攻撃部隊が展開した。戦局はエメリア軍優位に展開し、エストバキュア軍は増援として陸と空からなる部隊を送ったが、エメリア軍の攻撃によって封災された。スティールガンナーズ隊も上陸し、主力軍の進撃を側面から支援する局地戦を転戦した。ローリンズ平原のシルワートタウン周辺では、 数万人規模のエメリア残存軍が牢上しており、その数倍の規模に及ぶエストバキア軍から熾烈な攻撃を加えられ続けてきた。エストバキア軍はシルワートの南に野戦軍支援司令部を築き、中央から地上軍による攻撃を加え、左右にも部隊を展開し、包囲網を形成していた。また、戦闘機や攻撃機でシルワート北の変電所を攻撃し、 攻撃ヘリ部隊でセボルナ飛行場を攻撃した。これに対しエメリア軍は、グリズリー戦車大隊が西に展開し、中央西側は、バラクーダ機構大隊、中央は、ドラゴンバスターズ隊、東側は、ガビアル戦車大隊が守備していた。北の変電所では、シェルパ通信大隊が展開していた。また、西部諸都市防衛に携わっていた。 戦闘機部隊のスカイキッド隊もシルワート防衛に参加していた。突出しすぎたグリズリー戦車大隊はクラウディア湖南西で孤立し、シルワートタウンへ至る橋をエストバキア軍に塞がれ完全に包囲されていた。セボルナ飛行場では A-10 アンペア攻撃機からなるスティングレー隊のパイロットが出撃を流行っていたが、 飛行場が戦闘ヘリの攻撃にさらされており、出撃は困難であった。スカイキッド隊は、変電所上空で、エストバキア軍の戦闘機部隊と交戦していた。バラクーダ機構大隊は、レーダー車両と連携した、戦車部隊の攻撃を受けており、ドラゴンバスターズ隊は度重なる戦闘で戦力の7割を、消耗した状態で、戦車部隊と長距離砲部隊から攻撃を受けていた。 東側では、ガビアル戦車大隊が、戦車部隊や長距離砲部隊から攻撃を受けており、その長距離砲部隊の中には1000ミリメートル砲を搭載した列車砲が存在していた。2月7日、エメリアの主力軍の航空部隊が到着すると、迅速な航空支援により戦局は、エメリア軍の優勢へと傾いた。グリズリー戦車大隊は、 高位を脱死後方の部隊と合流に成功した。航空支援を得られたガビアル戦車大隊は列車砲の破壊に成功した。エストバキア軍はエメリア軍の反撃によって攻撃続行が困難となった。エストバキア軍は南に向けて撤退を開始したが、エメリア軍の追撃によって大きな損害を被り、ファスカームも攻撃を受け破壊された。 ドブロニク上級大将の娘であり戦闘機のパイロットでもあった異例なドブロニク将尉も戦死した。他にも首コデュリッチ隊員率いる4機のシュトリゴン、隊が作戦に参加していたが、ガルーダ隊との戦闘で前期撃墜された。長期にわたったシルワートにおける戦闘はエメリア主力軍の航空部隊が到着したことで、かろうじてエメリア軍の勝利に終わった。 エメリア軍の主力軍と残存軍は合流に成功し戦力の増強が図られた。一部部隊は再編成されバラクーダ機構大隊はドラゴンバスターズ隊に編入された。国土の奪還が本格的に進む中でエメリア軍将兵たちの士気は上がっていた。彼らの士気の源は数々の戦場で戦果を上げ続けるエメリア空軍のガルーダ隊にあった。 エストバキア軍は度重なる敗戦によって、疲弊の色を見せ始めていた。エメリアの国家治安庁法部は、セルムナ連邦では、エストバキア軍の戦力が乏しく、地形や気候条件からも進軍に最適であると軍に指摘した。エメリア軍は、国家治安庁法部の情報をもとに、セルムナ連邦を通過して東へ進軍した。しかし山に覆われた雪道が続くため、 地上戦力の進軍には困難がつきまとい航空攻撃への脆弱性の懸念もあった。エメリア軍は空中給油によって航空部隊を地上部隊に随伴させエストバキア軍の空襲に備えた。2月12日、セルムナ連邦を通過するワーロック独立大隊とクオックス機構大隊に対してエストバキュア軍が航空部隊を向かわせ 迎撃に当たったエメリア軍機との間で大規模な空戦が発生した。エストバキア軍は EA-200 やトーネードグレーン4を電子支援機として使用し空域にジャミングを発生させ、また XB-70 超音速爆撃機などによって空爆を試みた。これらは警戒航空隊の E-767 によって早期に発見された。 エメリア軍機の抵抗を前に、エストバキア軍機は撤退を決断した。エメリア軍機は撤退する。エストバキア軍機に対し追撃し損害を与えたが、エストバキア軍は、アイガイオンから、ニンバス弾頭を射出しセルムナ連邦上空で、炸裂させた。エメリア軍のエイワックス管制官は、ニンバス弾頭の着弾前に空域に、低速で接近するドローンを確認しており、それが、 ニンバス弾頭の集団誘導を担っていると判断した。管制官は全員航空機に撤退指示を出しつつ、その一方でガルーダ隊にドローンの破壊を指示した。エストバキア軍が展開させたマーカードローンはすべて破壊され、ニンバス弾頭による攻撃が停止した。エメリア軍はセルムナ連邦の突破に成功したが、ニンバス弾頭の脅威を再度認識させられた。 エメリア軍は採取したミサイルやドローンのサンプル、レーダー記録などをもとに、情報収集を急いだ。その結果、巡航ミサイルは重巡航艦制機から発進し、遠隔操作されたマーカードローンから誘導を受け、目標地点で炸裂し対象を破壊するという複合的なシステムであることが判明した。統合参謀本部はこれらミサイルシステムの破壊を決定し、 そのための足がかりとして、サンロマの解放を目指した。サンロマには、カバリア空軍基地があり、重巡航艦正規を破壊するための航空拠点になるからである。またサンロマからグレースメリアの間には、航空基地として機能する、滑走路は存在せず、重巡航艦正規の存在によらずとも、エメリア軍にとって、戦略的重要拠点であった。エストバキア軍も、 この点を認識しており、サンロマに大規模な防衛戦力を置いていた。エメリア軍は、サンロマに向けて進撃し、2月15日には町に達し、大規模戦闘が発生した。ワーロック独立大隊が、北西から都市部を目指し、爆撃機部隊のハンマーヘッド隊が海岸線に沿って、闘進し、地上防空施設の破壊を試みた。また、第二艦隊が、 洋上から接近し、エストバキア艦隊と交戦した。こうしたエメリア軍の攻撃に対しエストバキュア軍は抵抗し、アイガイオンもニンバス弾頭で攻撃を加えたにもかかわらず敗北を喫した。サンロナはエメリア軍によって解放され、エストバキア軍は放築された。エメリアの国家治安庁本部はエストバキア内部にスパイを潜入させ、重巡航艦正規に関する。 様々な機密情報の入手に成功していた。その情報には、重巡航艦正規の正式名称や、それを守る航空プラットフォーム、そして、アイガイオンが持つレーダーの欠陥が含まれていた。空中艦隊の対空監視能力は、アイガイオンのレーダーと艦載機に頼っており、随伴する航空プラットフォームは、近接防空や、電子支援しか担当しない。アイ,ガイオンは、 空中給油を受ける際、機体前方の給油口から複数の空中給油機と接続するが、その時、アイガイオンのレーダーは前方にいる動体の認識能力が著しく低下する。加えて、スパイが得た情報には空中艦隊のフライトスケジュールが含まれていた。エメリア軍は空中給油中のアイガイオンの前方から一定角度と一定高度を維持しつつ航空機が 飛行すれば空中艦隊の懐に飛び込めると確信し得られたフライトスケジュールをもとに作戦に時を策定し戦闘機部隊による攻撃を決定した。2月20日、カバリア空軍基地から発進したエメリア軍機はフォスカム海のグラバ諸島近海の上空を飛行し給油を受けているアイガイオンを含む空中艦隊を捉えた。関西機部隊のシュトリゴン隊は 紹介任務を液頭した直後であった。アイガイオンに給油していた6機の KC-10 空中給油機が直ちに離脱を図り、一トリゴン隊がスクランブルした。航空火力プラットフォームである2隻のギュゲスは対空攻撃を実施し、電子支援プラットフォームである2隻のコットスは ECM によってエメリア軍機の攻撃を妨害した。しかし、ギュゲスと コットスはすべて撃沈され、シュトリゴン隊も壊滅的被害を被った。アイガイオンは全エンジンを破壊され、周囲にニンバス弾頭をばらまいて抵抗したものの、戦局は好転せず、ガルーダ隊によってコックピットや中枢部を破壊された。アイガイオンは空中で爆散しつつ、フォスカム海に墜落し沈んだ。空中艦隊の壊滅はエストバキアにとって、 歴史的大敗であった。エメリア軍にとって、数々の勝利の立役者であった。ガルーダ隊は、エストバキア軍にとって悪魔であり、胴体の粉砕は、喫緊の課題であった。数々の戦闘で徐々に戦力を消耗していった、シュトリゴン隊であったが、フォスカム海上空戦の敗北によって、隊長を務める、小鉢小鷺を含む、多数の木が撃墜されたため、 たた部部隊隊を併合して部隊の存続が図られた各地を転戦していた精鋭部隊のバンピール隊は、シュトリゴン隊に統合され、イリア・パステルナーク少佐が隊長に就任した。パステルナーク少佐は、内戦時にシュトリゴン隊の副隊長を務め、その後併合した多軍閥の精鋭が集まる、バンピール隊の隊長になった経歴を持つ人物で、 今回の併合で古巣に戻ったことになる。軍は内戦時から活躍を続け、今戦争においても、黄ゴにーテ勲章を筆頭に、様々な戦時勲章を持つ実力者のパステルナーク少佐がガルーダ隊を撃破してくれることに期待していた。大陸を闘進するエメリア軍は、グラジオ渓谷に位置するエストバキア軍の強固な防衛拠点であるラグの要塞に直面した。 大規模な陸上戦力を通過できるルートは、グラジオ渓谷に限られており、エメリア軍にとって、ラグの要塞の攻略は不可欠であった。それと同時に、エストバキア軍にとってもグレースメリア防衛のための、重要拠点であった。しかし、ラグの要塞はもともと、エメリア領内の要塞であり、エメリア軍は施設の全容を把握していた。3月6日、 エメリア軍はラグの要塞奪還のため攻撃を開始した。ワーロック独立大隊が要塞正面の敵地上戦力の排除を試み、ウィンドホバー隊は要塞に電力を供給している。ケルノスダムと水上輸送路の破壊にあたり、要塞の弱体化を試みた。イエロージャケット隊は要塞内部のトンネル制圧にあたり、特殊部隊を内部に浸透させる役目を担った。 これら同時に進行する複数の作戦をガルーダ隊が支援した。エストバキア軍は要塞正面に無数の戦車部隊と防空陣地を配置し、ワーロック独立大隊の進撃を妨害した。また、要塞へ至る道を挟む警告の下から、複数の AV-8B 攻撃機が奇襲を仕掛け、警告を挟んだ対岸の基地の地下施設から、 エレベーターで、榴弾砲が次々地上に送られ、ワーロック独立大隊に向けて、警告越しに砲撃を試みた。加えて、要塞正面には2機の巨大な重榴弾砲が配置されており、要塞からの攻撃も、相まってワーロック独立大隊は、厳しい状況にあった。しかしエメリア軍の作戦は、順調に推移し、要塞の防衛機能は、完膚なきまでに破壊され、 特殊部隊によって要塞内部は制圧された。エストバキア軍はグレースメリアまでのルートを妨げる拠点を完全に喪失した。エメリア軍はグラジオ渓谷から南東に位置するグレースメリアに向けて進軍し、3月25日にはモロク砂漠に達した。モロク砂漠ではエストバキア軍の残存部隊が結集し、大規模な戦力で防衛線を構築していた。 エメリア陸軍は川の南北に分かれ、北はワーロック独立大隊が防衛線の突破を試み、南はクオックス気候大隊が前進し野戦飛行場の制圧を目指した。ハンマーヘッド隊は司令部に向けて爆撃を実施し、警戒航空隊の E-767 が戦域上空を巡航し、各部隊に電子支援を提供した。 これら諸部隊に対し、戦闘機部隊が、護衛や、航空支援を実施した。エストバキア軍は、各地で、戦車や統治下によって、エメリア軍を阻み、A-10A や AC-130、130攻撃機によって、エメリア地上軍を攻撃させた。ゴア少佐が率いる武装ルキャック部隊は、進軍ラッパを鳴らしながら突進し、前線まで、 戦車や対空車両を運搬するため移動した。エメリア軍の攻勢を前に、エストバキア軍は、防衛を諦め撤退を開始した。エメリア軍は、追撃に移ったが、国家治安庁法部は、エストバキュア軍がグレースメリアに対し大量、破壊兵器を用いる、可能性があるという情報をつかんだ。 統合参謀本部はこのままグレースメリアに向けて前進を続ければエストバキア軍は確実に焦土戦術を実行すると確信し全軍に向けて直ちに追撃中止命令を下した。モロク砂漠で航空部隊を指揮していたエイワックス管制官は攻撃中止命令を下したがガルーダ隊は命令を無視してエストバキア軍と戦闘を続行した。エストバキア軍は シュトリゴン隊にガルーダ隊の抹殺指示を出しており、またガルーダ隊の2番機を務めるマーカスランパート、中尉も撤退命令に激行していたため、両者の戦闘は不可避であった。今作戦に参加したシュトリゴン隊は、ニノリューベック隊とフランツレコ中尉がそれぞれ率いる3機小隊の計6機で構成されており、ガルーダ隊と交戦したが全機が帰り討ちにあった。リューベック隊は、 消息不明となり、レコ注意の部隊は、全員が戦死した。戦闘終了後、ガルーダ隊は撤退した。エストバキア軍は大量破壊兵器を使用しなかった。ものの、エメリアから見ればいつ焦土戦術を実行してもおかしく、ない状況であった。ガルーダ隊には出撃禁止命令が下され、自質以外での活動を禁じられた。ガルーダ隊が、軍内部で、 危機的状況にあるという法は1日足らずで、エストバキア軍の間に届いたが、口述するようにガルーダ隊の近親はわずか1日で解除されており、実質的に疑瞞に近い情報であった。エメリア軍は大量破壊兵器の触媒となる化学物質はエストバキアから陸路を通って、グレースメリアの北に位置するフォートノートンに隠匿されているという情報を掴んだ。エメリア軍は、 触媒を輸送する部隊に対し空から吸収を仕掛け、破壊する作戦を立案し、統合参謀本部の認可を受けた。触媒の輸送部隊は、フォートノートンが位置する渓谷の間のアルマ川沿いに位置しており、渓谷の上を飛行すれば、エストバキュア軍のレーダー網に発見されるため、攻撃には、渓谷の間を飛行できるほどの高い連動を持つ、ガルーダ隊が必要とされた。 3月26日、大量破壊兵器の触媒を破壊するため、フォートノートンに向けて、ガルーダ隊が出撃した。エストバキア軍は川に沿って、複数の監視部隊を配置していたが、道すがらガルーダ隊はこれらに、航空攻撃を加え、監視部隊は、輸送部隊に危機を報告することができなかった。ラーズリーズ鉱山付近に駐留していた、輸送部隊は、 ガルーダ隊を発見すると、直ちに離脱を図ったが、車両のすべてが破壊され触媒も消滅した。目標を果たした、ガルーダ隊は撤退を開始したが、エストバキュア軍は大規模な戦闘機部隊を送って、ガルーダ隊の撃墜を試みた。圧倒的な大部隊を前に、ガルーダ隊は危機的状況に陥ったが、 エメリア軍も多数の航空戦力を増援として送り、大規模な空中戦が展開された。空戦はエメリア軍の勝利に終わり、ガルーダ隊も生き残った。ガルーダ隊の禁止処分は解除され、エメリア全軍はグレースメリアに向けて突進した。エストバキア軍は空中艦隊と大量破壊兵器の喪失によって後がなくなっていた。グレースメリアを 要塞としかし、防衛体制を整えていたが、エストバキア軍にとって、グレースメリアが奪われることは、容易に想像できるものであり、ドブロニク上級大将はシャンデリアを使った攻撃計画を進行させつつあった。3月31日、エメリア軍は、グレースメリアに達ししない外で抵抗を続ける、エストバキア軍と交戦した。グレースメリア空軍基地を奪還するため、 スティールガンナーズ隊は海岸に沿って旧市街地を投進した。ドラゴンバスターズ隊は新市街地を解放するため国会議事堂に向けて南進し、スティングレイ隊が空から援護した。ワーロック独立大隊は放送局を目指して南進し、海岸を進む。ルキャック部隊からリゲル戦車隊が上陸し共同してエストバキア軍を挟み撃ちにした。 第2艦隊は王様湾に向けて進み、湾の内外に展開するエストバキア艦隊と交戦した。市街地や王様湾上空では、両軍の航空機が大規模な空戦を展開した。戦闘はエメリア軍優勢に進み、グレースメリア城や捕虜収容所などが次々に解放されていった。ドラゴンバスターズ隊も国会議事堂奪回に成功した。 パステルナーク少佐率いるシュトリゴン隊は遅れて作戦区域に向かっていた。しかし戦闘の数勢はすでに決まった状況であり、パステルナーク少佐は部下を逃がすため単独でエメリア、軍機と交戦した。パステルナーク少佐は c f a 4四戦闘機に登場しており、機体が持つ無人機の完成能力を活かして無数の u a v 四4五無人戦闘機を 引き連れて、戦闘に臨んだが、ガルーダ隊との交戦により撃墜され、パステルの悪少佐は戦死した。一部地域でわずかなエストバキア軍が交戦を続けたが、夜までには鎮圧された。エメリア政府は停戦決議のためエストバキア政府との会議準備に入った。しかし、ドブロニク上級大将は、実質的な敗戦を認めることができず、一部のエストバキア軍将兵ともに、 シャンデリアに移動し、グレースメリアへの砲撃準備を始めていた。サンロマの戦いの最中に、軍から脱走し、グレースメリア中央銀行で金庫破りをしようとしていた。戦車兵のルイス・マクナイト軍曹たちは、測量ミスによって、グレースメリア城の地下に穴を開け、そこで城に備わっていた中世時代の穴によって、閉じ込められていた。 戦災孤児たちとエストバキア軍将校に加えて、金色の王様像を見つけた。マクナイト軍曹らはこれらの人々を救助し、戦車に、金色の王様像を乗せて、市内を凱戦し終戦を、高々と叫んだ。市民たちは、街の解放を喜び、口々に、イブランニューデーを歌い喜んだ。同日夜、グレースメリアでは、解放を喜ぶ市民が祭りを始め、 花火を打ち上げていた。停戦決議が進む中、エメリア空軍は、グレースメリアの紹介飛行を開始した。その最中、停戦に反対する、エストバキュア軍はシャンデリアから、スタウロス弾頭を発射し、スタウロス弾頭は、複数の巡航ミサイルに分離し、グレースメリアに向けて飛翔した。これを補足した、紹介飛行部隊と地上の防空部隊が迎撃を開始し、 市外では空襲警報が出され市民は空爆に備えた。エストバキア軍のステルスキ部隊もグレースメリア上空に突入し F-117A 攻撃機が地上の防空部隊に攻撃を加え F-22A やス4 7による戦闘機部隊が懲戒部隊を攻撃した。エストバキア軍は K9 発のスタウロスを打ち込んだ後 排熱問題により砲撃を一時中断した。エメリア軍の迎撃によりグレースメリアの被害は最小限に済んだが、エメリアにとって首都を一方的に攻撃できる砲台の存在は感化できるものではなかった。弾頭の飛翔ルートから発射地点はエストバキア北洋の騒音島付近に位置するシャンデリアによる可能性が高いと判断し、 エメリア軍は直ちに戦闘機部隊を北に向けて出撃させた。しかしエメリア軍はシャンデリアについてほとんど情報を持ち合わせていなかった。シャンデリアは試作以降から情報開示がされておらず、破壊すべき要点などは不明瞭であった。グレースメリアに駐在していたエストバキア空軍情報部のボイチェック中佐は、シャンデリアを使った攻撃作戦について書かれた。 風寒命令書を見てから葛藤していた。ボイチェク中佐は、町で接する繊細孤児たちに同情心を抱いており、命令に否定的な感情を抱くとともに、祖国に対する忠誠心から軍人として命令を受け入れるべきとも感じていた。しかし、一人ン隊員の恋人で基地のセレモニーにも招かれて、ボイチェク中佐を見知っていた、民間人のルドミラ・トルスタヤと偶然出会い、 彼女から説得を受けた、ボイチェック中佐は、エメリア軍に、シャンデリアの機密情報を提供することを決断した。しかし、エメリア軍に情報を提供するためのパイプはなく、すでに戦闘機が飛び立っている状況で迅速に、情報を伝える方法は限られていた。トルスタヤと同行していた、エメリアの民間人であるメリッサ・ハーマンは、ラジオから流れる音声を聞いて、 軍の通信回線に潜り込むことを思いついた。翌4月1日、エメリア軍の戦闘機部隊がシャンデリア付近に到達すると同時に、冷却に成功したシャンデリアから砲撃が再開した。ラジオ局のクルーと接触し、軍用回線につなぐことに成功したハーマンは、エメリア軍機に向けてシャンデリアに弱点があることを伝えた。エイワックス管制官は、 敵のプロパガンダを疑ったが、ラジオ局のクルーが詳細な情報を送信すると、管制官は情報を信用し情報を各部隊に伝達した。シャンデリアの弱点は各所に備える冷却装置であった。シャンデリアは、レールガンの排熱問題を冷却装置で補っており、冷却装置がなければ、砲弾の発射ができなくなる。 冷却装置は通常用の12機と非常用の1機で構成されていた。攻略の要所を把握したエメリア軍機はシャンデリアに攻撃を加えた。エストバキア軍は多数の戦力をシャンデリアに集結させており、シャンデリア周辺には複数のイージス艦や駆逐艦が展開した。シュトリゴン隊では隊内で意見が分かれ参戦しなかった者も,もいたものの、 アレクセイ・チェシェンコ中尉率いる4機小隊とヤロスラフ、デリアーギン中尉率いる3機小隊による、計7機が戦闘に参加し、他にも F-22A やス、S-47 からなる戦闘機部隊も参加した。シャンデリア自体にも、無数の対空火器が備わっていた。両軍の交戦により、エストバキア軍の各部隊は、大きな打撃を受けた。シュトリゴン隊は、 壊滅的な被害を被り、シャンデリアの冷却装置も破壊されていった。12機の冷却装置が破壊されると、エストバキア軍は非常用冷却装置を稼働させた。エメリア軍は、赤外線操作により非常用冷却装置の位置をある程度特定したが、その位置は、戦闘機にとって攻撃が難しい場所であった。ガルーダ隊2番機のランパート注意は、 正確な位置を特定するため、非常用冷却装置がある、砲台直下の砲弾運搬用コンベヤがある溝に、短期で侵入し、偵察を試みた。ランパート中尉は非常用冷却装置の正確な位置を特定し、その情報をエイワックスに伝達し、各部隊に共有させた。ランパート中尉機は、対空砲によって被弾し、海上で脱出を余儀なくされ負傷した。 ガルーダ隊の一番機を務めるタリズマンは非常用、冷却装置に向かって飛行し、溝の内部に突入し、破壊を成功させた。エストバキア軍はなお諦めず、方針そのものを上下に開き排熱を試みた。タリズマンは、方針内部に突入し、方の奥にあるコアを破壊しその奥の開口部から脱出した。シャンデリアの冷却機能は完全にそがれ、 方針各所で爆発が発生し方針を支える鉄骨も倒れていった。シャンデリアの戦いはエメリア軍の勝利に終わった。またシャンデリアで指揮をとっていたドブロニク上級大将は戦死した。ドブロニク上級大将の死因については意見が分かれており、シャンデリアと運命を共にしたとする説と脱出途中に撃墜されたとする説がある。 エストバキアの首都では政府に不満を抱いていた、者たちによるクーデターが発生したことで、将軍たちの政権が倒れ、両軍との間で大規模な戦闘は終結した。5月中旬から下旬頃には、エメリアとエストバキアの間で、休戦協定が締結され、エメリア・エストバキア戦争は終結した。戦後の動静はほとんど語られておらず、両国間の関係は、不透明である。 なお、CFA-44 は、戦後も細々と製造が続けられており、エメリアも導入している。ありがとうございます。